豚の復讐。顔がブサイクで爪の甘さに定評のある偶性の貧乏の男子高校生が主人公。こいつのクラスはドキュンしか存在しない胸クソクラスであり、主人公はありとあらゆるハラスメント行為をこのクラスメイトたちから日々受けて生活している。ある時行き過ぎたハラスメントはついに危険な領域へと突入し、主人公の偶性の美人のジェイシーがいた家がこのドキュンたちによって放火されてしまい妹が殺されてしまう。この後なんやかんやあって一人だけ異世界転生して、牧歌的な気立ての良い奥の集落で暮らし、エルフのクソ美人と恋仲になったところにこのドキュンたちがクラス全員異世界転移されてチート特典持ちで現れる。ここでエルフは強姦されて殺され奥もほぼ全滅というシナリオを見せた後に、このドキュン全員を皆殺しにするというクソよくできたリベンジャーシナリオ。前半の胸クソの書き方が半端なく、読者に様々な角度から胸クソを見せてから何の能力も持っていない主人公が、チート持ちのドキュンたちに復讐を挑むという過程の書き方がベネ。ただしやっていることはずっと同じなのでややマンネリ化してしまうので、コレクション要素としてクズの魂を5個集めると、処女の状態でエルフを復活させられるとか、そういう読者と主人公に対するトロフィー要素を入れるとキリッとすると思いました。まる。チャンネル登録。